さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。さあ前回ね、なんかよくわかんない猫がね、エレベーターのボタンを奪って逃げてたんですけど、そいつをとっ捕まえたので、今回はね、その新しいね、手に入れたじゃない、取り返したエレベーターボタン使ってね、9階行きましょうか。こちら、この2階まで。9階、今度こそ、セットオン。もう大丈夫だよね。はい。はまったー。イエス。いやーもうほぼ終わってきたよね。あと少しだ。9、10、11、12、13、14、15階建てです。この建物は。では、9階です。ミュージアムフロア。演劇ですね。演劇。演劇じゃねえ。なんか、コンサートとかかもしんない。到着9階、9階。ミュージアムフロア。ここはどんなとこでしょうか？行きましょう。カラスがめっちゃおる。博物館的スタイル？えい。カラスー。カラスー。これ受付だよね、完全。あ、恐竜の博物館か、これ。あーね。なるほど、なるほど。よいしょ。そっちね。そっちね。そっちしかないか。ねえ。よし。で、通りまーね、ここなんかあるかな？椅子回すか、とりあえず。椅子回すの趣味やからさ。わわ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 わ、え、な、出てきたの宝箱。やったー、計算通り。足。赤い足のね、やつゲットです。おもれーじゃん。ここ。これ何の骨でしょうか？すごい大きい骨ね、みんな。カラカラしてるわ。あ、これ、盗もうぜ。どうにかして盗めないやろうかね。これなんか引っ張れそう。よし。えい。やった、コウモリか。スポン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 。なんかあれ壊したいよね。博物館のね。銀行強盗的な。あ、待って、ここなんかライトつけらせんじゃん。おい。ライトオン。あ、すると、隠し金庫じゃん。えい。じゃ、金庫を開けて、やったー！お金、そして宝石ゲットです。たくす、なんか、ここめっちゃ簡単やな、宝石ありか。見てね、これ。めっちゃ欲しい、これ。欲しい！わがまま言ってもあかんで、みんな。ね。大丈夫？これもう。くそ、なんかガラスを割るアイテム的なやつをね、ちょっと欲しいんですけど、ね、そんなないもんね、なんか割れそうなもの。卵なんか1個欠けてない？これ。ね。なんだこれ。なんか変な拾ったで。あ！黄金カラス。ペッて。ガチャだでーす。よーし。さあ、ここのね、よいしょ、垂れ幕も回収して。こっちは草ゾーンですね、草ゾーン。わわ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 、多くないっすか、カラス。回収するけどさ。よし。カラスはお金になるのでね、皆さん。皆さんもちゃんとカラスが見つけたらお金にしましょう。ね。現実のカラスはお金にならないのでね。ちゃんとゴミ捨ての時ちゃんとね、ネットに入れましょうね、皆さん。ゴミを捨てる時間は守りましょう。偉いな、俺。よし。おー、すっごい草生えてる、ここ。ほら。こんな草って本当に生えてるの？ジャングルとか行けばあんのかな？前も俺配信で言ったんですけど、配信というかこのね、ルイマンの放送で言ったんですけど、緑があるとこ結構苦手でして、私。草が苦手なっていう、虫が苦手なので。ねえ。わーおー。こいつなんて言うんだっけ、みんな。この恐竜。わからへん。よし。で、トリケラトプスしかわからへんで、俺。ねえ。あっという間かな、わからへんけど。よし。さあ、バイバイ。あ！宝石が入ってる！どうにかしてね、開けたいんですけど、ここのアイテムもほら。どうにかして開けたいんだけど、開けれないからなぁ。よし。さあ、垂れ幕を引っ張るゲームですね、これ。
わっ、これやっぱ同時に引っ張らなあかんやつやな。いや、グイジ、グイジ君一緒に引っ張ろうではないか。いきますよ、いきますよ、せーの、フォー。うー、待って、これちょっとボス戦というか、なんかいかにもなんか嫌な感じがするんですけど、私皆さんもそんな感じしませんか。いかにもなんかもうあいつが襲いかかってくるような、そんな怖い怖い怖い。え、今向き変わった。今なんか気のせいかな、変えるかえ、気のせいだよな。ちょっと恐竜の向き見といて、みんな変わった今一瞬。気のせいだよね。もう変わんないか。うお、びっくりした。いや変わってるよねこれ完全に。どうしようみんな怖い。あ、待って、あそこにイラストがある、キノコくんの。ほら、これ。いや、行くの怖いよ、みんな。これ、多分こいつらが全部襲いかかってくると考えたら、やばい量襲いかかってくると思わん？このちっちゃいやつ。上にもいるし。怖え、どうしよう。ほら、動いてる、ほら、カタ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 。今にも、俺を食べそうな顔で。とりあえずキノコくんがここにライト照らすか。とりあえずいいのかな、やってダークライトで出てこいキノピー。お、あれ出てこない、なんで。やばい、お前おいしそう、いただきます。あっキノコくんが食べられた。もう帰ってこない。バキバキバキ。あ、割れへんかったな、よかったよ。どうします。これお化けじゃないからルイチも戦えるやろ。卵がなんか降ってきた。卵を食べたい。卵ファイヤー。あ、食べた、あいつ卵。待って、今のうちにファイヤー。よっしゃ、卵2回食ってる間に胸打てってやつ。わわわわわわ、え、卵製造機がブルーブー、暴れすぎちゃうか。さあ第2形態ですよ次。卵お願いします。卵やめて。卵が、卵好き。こいつを好き見せた時に撃てばいいのかな。発射。やっぱ食ったこいつ。どうしよう、卵もうねえんだけど。戦い方が違うというか、いや別の方法が必要だねこれ多分。グイジおとり。痛い。お、なんか変な行動したこいつ。さ、グイジがおとりになった。え、今だ、だだ、こいつ食べるの早いな今の。食ってるだけだもんなおめえ。いや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 、卵の代わりに何かかませられたらやっと攻撃のスキル作りそうなんじゃが。え、なんかないの、グイジ君って飛ばせないの。グイジ君、君の体を。おお、かませられるもの。よし、痛い。あ、グイジが噛まれた。やっぱグイジだった、おとりは。かわいそう、口の中ネバネバだったな今あいつ。うっ、待って、縛っている紐が溶けちゃった。え、もうどうすんだよこれ。対戦ありがとうございました。逃げろまずい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 、やばいこれ。えい、聞いてねえし、踏まれた。え、ルイシが埋まっちゃった。ブヒョーイ、出れない。しかも、あ、今グイジ出した。グイジでネバネバしてる。あいつグイジ強いな、そんな効果もあるんだグイジって。グイジ行け、グイジ行け。さあグイジ、あいつの足元に引っ張り出して、その隙に、ダメじゃん。グイジ、グイジ、足元足元足元で、ほら、あ、でも心臓当たった今。いいぞいいぞ、
こんな感じ。ブルー。いや、あ、いい、とりあえず胸を攻撃しまくればいいんだ。ねえ、えい、ビーチ君も足元を追って、とりあえず。うい、くそ、今胸開いた、今チャンス、今チャンス。ああ、どこ行くっとんねん、お前。お主、お主し、いやー、当たると思ったでしょ、今、俺。避けたんすよ、今の。クイジ君、君しかいない。よしよしよし。えい。いいぞ、いいぞ、いいぞ。こんなグイージーをさ、虐殺みたいな感じしていいのかしら、私。あ、やくなっちゃったから、ちょっと待って。ブルーン。よし、あったー。さあ、体の中にひたすら骨を当てて、あれ終わり？もう。なんか今までで一番弱かったぞ、こいつ。いや、手こずったけど。いや、違う。なんか出てきた、中から。金色の。で、原始人のお化けだ。原始人。やべえ、強そう。何？うわ、骨装備したで。うわら、うわ、攻撃の衝撃波やべえ。勝負だー。ちっちゃ、なにこいつ。ちょ、グイジ出したことです。攻撃手段がわからん。待って、これはジャンプで避けるで、ここを攻撃。よし、避けて攻撃しなきゃいけないタイプだ、こいつ。意外としんどいな。ねえ、よっしゃー、叩きつけろ。いいねー。さあ、まずは第一陣は OK でしょう。回復した回復した回復した回復消えちゃった。よし、とりあえず基本攻撃はこんな風に避けて、ほら、ダメかな。骨骨骨骨骨、俺も骨欲しい。来た、これはジャンプで避けるー。いいねー。よし、なんかムービーで結構ヒントくれてたから結構優しかったね、こいつ。恐竜の倒し方の方が分かんなかったぐらいだわ、ほんま。ねえ、グイージのネバネバ特性を使っていく新しい要素盛り込みすぎやろ、このゲーム。さあ、いいぜ。さあ、次のコンボで終わりですね。早くやれ。ジャンプ。おい、ジャンピン。大たらゲーム、うまーい。ってあげて。さあ、原始人の幽霊。見事、撃破。はい。いただきまーす。バイバイ。最後、自分が勝ち上げた骨が。オケマルでした。さあ、大丈夫かよ、キノコくん。いやーい、ハート2個も出てきた、うれしぴ。あー、長かったというか大変だった。ここ出てこい、青キノピヨコ、青キノちゃんじゃん。よう、おう。え、地下2階のボタン持ったぞ今。大丈夫か。大丈夫だよ。うん、ルイジだよ。イエーイ。それちょうだい。ナイスやん。おお、普通にゲットできた。イエーイ、アイゲッティーって。おお、また一人キノピオくんを助け出せたようで何よりじゃわい。さあ、キノピオくんはベースラボで預かってやるぞーい。え、キノピオくんね、これめっちゃ良くない？みんな。いや、わかる？みんな。わかる人はわかると思うんですけど、このキノピオくん、ねえ、はしゃ！ほら、こうやってね、ほら、はしゃ！でーい！とかできるので、手前にあったね、やつ、ぶっ壊せるよね、手前にあったあの博物館のさ、ガラスケースとか。え、ありがてえ。ちゃんとついてきてね。俺を信じてくれ。さあ、キノコくんと一緒にね、破壊活動しましょうか。へっへっへっへ。破壊！やったー！いいね、いいね、いいね、いいね。さあ、次はこちらですね。このお金も、やったー！あ、取れなかった。ちょっと、行かないで。よし。扱いがひどいよね、これ。えい。よし。さあ、お金しいからもう邪魔。邪魔ちょっと。お金持ち。やったー。よし。
ちょっと待って、まだあったね。なんか宝石もあったもんね。これあれや。よいしょ。真珠や、真珠。えい。何やそれ、お前。えい。やばい、出た、出た。意外とこれむずいんだよ。えいや。よーし。発射！よーし、ご苦労様。わ、お化け出てきたんだけど。よし。お前じゃないよ。いけ、叩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 けって、キノピを狙ってるわけじゃないですよ、信じてくれ。キノコくん、なんか自分がさ、吸い込まれようとさ、こっち来てる傾向ない？すげえ迷惑なんだけど。よし。さあ、そして宝石ゲット。やったー。宝石が意外とわかんないんだよな、ここの宝石もそうだし。よし。お金回収。ちょっと消えちゃったかな、少し。さあ、あと1個がこっちにあったの、あれだね。あと2個か。よし。まずは豚のね。豚ちゃん。イェーイ。お前豚ちゃんやろ。よし。豚ちゃんを持って、はしゃー！完璧！お金も、宝石も、全部ゲット。あと2個か。あと2個がちょっといまいちわかんないんだよね。多分奥の部屋だと思うんだけどな。また今度探すか。それではね、キノピオくんを運びましょうか。帰っていいよ。またな。バイバーイ。バイバイ。はいはい、バイバイ。ふぅ、やっと終わったぜ。さて、またなんか、マダムが見てるよ。尻尾がなくなった猫と一緒に見てる。あ、怒ってる顔してるから逃げた。行きなさーい！シワ増えるで、そんな。え、電話や。もともーす。久々やな、青山博士。さて、ルイジくんよ。これでまた見つかっていないのは、キノピオくんがあと一人と、ピーチ姫、そして、マリオくんじゃな？まだまだ、日半ばといったとこじゃのー。頑張るんじゃぞ。でも結構もう終わりかけやん。半分ってとこでしょ。さてね、今日はもうストーリーはここで終わりにしてね、ちょっと小山博士のとこ行ってみようと思います。ふむ、間違った。VB マップ行ってみてくれよじゃない。間違った、間違った。ね、戻って、ベースラボ行きてんだよ。キノピオ二人戻ってるはずだから話しかけてみようぜ。おう、ワープ装置、オン、イェーイ未来の技術。あー、やっぱいるじゃん、キノコくんたち。キノコくんたち元気？話しかけらんねえわ。でもなんかすごい楽しそうにしてるね、キノピオたち。君も招待状にもらってやってきたのじゃなくて、ここ一緒やね、この話は。って感じ。ショップはまだ買わなくていいかなって感じですね。ちょっと、ね、この辺りの在庫がまだあるんですけど。在庫 17！ なんか増えてないこれ、在庫。俺が取り逃してる宝石の数だけあんのかな、もしかして。これ買っとこうかな、黄金の骨。いやでももう俺死なないと思うから大丈夫。OK。では皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。次回なんですけど、地下2階でしたっけ？上じゃなくてついに下に行くんだね。の攻略進めていきましょう。また見てください。おつぱよ。